はいどうも皆さんこんにちは、全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。本日は月曜日、気まぐれアナちゃんの時間。本日はアナちゃんの食レポです。さあ今日はね、2回目かな。はい、駅弁ネタいきますよ。駅弁ネタ、そう駅弁ネタなんですけど、今日はね、すごい有名だし、あ、そんなもう絶対知ってるよっていうお弁当なんだけど、意外と珍しいんじゃないかなと思って、これをね取り上げることにしました。実はここ場所ね、新横浜なんです。はい、新横浜なんですけど、新横浜のねお弁当屋さんといえば、横浜といえば中華でね、横浜といえば崎陽軒ということで、崎陽軒のお弁当、崎陽軒のお弁当、シューマイ弁当が一番有名じゃないですかね。シューマイ弁当はだいたい関東の人1度や2度や3度ぐらい食べたことあるでしょうね。そう、でも今日はね、シューマイ弁当じゃなくて崎陽軒に並んでた、じゃん、赤飯弁当。崎陽軒のお赤飯ですよね。いや、なんかちょっと新しいなと思って、新しくはないとか前からあるのかもしれないけど、なんか私にとっては新鮮だったんでね。でね、ちょっとね、やっぱりお赤飯なだけあってね、ちょっとね高級感があるんですよ。なんかね、ちょっとお重のような、じゃーん、お赤飯弁当です。どうですか皆さん、赤いですかおめでたい感じですか。ではお赤飯弁当をいただいてみます。お、あ、これがもう早速お赤飯なんじゃない。よいしょ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 、いいよ。あ、ちょっともちっともちっともちっと、いただきます。はぁ、うんうんうん、おめでたいですね。おいしい、おいしいです。でもお赤飯だけど、きっと崎陽軒だからどっかにシューマイがいるんだよね、きっとね。シューマイシューマイシューマイが10個ありましたって歌してます？なんだっけな、お父さんが1個2個3個だっけ、私も1個2個3個、あ、残りの1つもあれ10個ないなシューマイこれでもうおしまいっていう。いただきます。ん、これはつみれというか肉団子的な、うん。あ、ちなみに確かのシューマイの、今歌ったシューマイの歌は所ジョージさんの歌だった気がします。これかな、あ、違うな。いただきます。あ、エビフライだ。横浜っぽいですね。いや、それ名古屋でしょ。シューマイはいなさそうですいや、どっかにあるんだと思いますが、でもね、もう一個紹介したいものがあるからね、シューマイは後で探します。あのね、これは駅弁じゃないんだけど、へーって思ったの。あのね、じゃーん、新横あんぱんっていう商品名ではないらしいんだけど、贅沢小倉あんぱんだったっけなこれ、あの新横浜駅前のデイリー山崎さんに置いてあったあんぱんなんですけどね、贅沢小倉あんぱんだったかな。そう、
新横っていうね、焼き印風アンパン面白くないですかね。なんかちょっとこう、これだから新横浜も限定なのかな、これいいですよね、ちょっとしたお土産にもなるし。いただきます。なんか半のレイアウトにアンパンですよ。あ、おいしいおいしい。あのね、ホイップのクリームが入ってんの。だから超滑らか。私あのゴテッとしたアンパンも大好きだけど、これはこれで美味しいね。なんか山崎さんらしいね、このふんわり感がね。クリームだらけになっちゃった。もう一個はもう煮しないでね。いいねボタンやチャンネル登録もよろしく。あなちゃんでした。